はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今回はですね、世間では先日7月18日ですかね、公開されて話題になっておりますネバーネス・トゥ・エバーネスというゲームの紹介です。めっちゃ変わってる紹介の仕方になります。どういうことかというと、現在運営さんが公開している情報だけでこのゲームを考察紹介するというですね、結構挑戦的な内容になっております。こういうのもね、久しぶりなんでちょっと楽しいんですけど、流れとしてはこのゲームの特徴とかを説明、ゲーム内容の要素について、他作品に勝つためには何が必要なのか、そして次にゲームプレイ映像あるので初見リアクションという感じになっております。話す内容はですね、ゲームリリース時とは絶対違うところ出てくると思いますのでご了承ください。まず簡単にこのゲームを紹介しますと、幻冬を開発されたホッタスタジオの新作アンリアルエンジン5を採用したね、オープンワールド RPG でございます。多いですね最近このジャンル。まず今作アニメ調の作品なんでね、結構量産型には思えるかもしれませんが、アンリアルエンジン5採用ということで、グラフィックがね、バッチボコ綺麗です。ここは後発だからこそできるやつやね。幻冬のグラフィックと比べてみても、レベチやね。ただこれスマホでプレイできるのかなと心配になるね。またアニメ調のオープンワールドと聞かれると SF ファンタジーな世界観と思われそうですが、今作ですね、ご覧いただいたらわかるように GTA 感すごいのよ。舞台は架空の世界ヘテロシティなんですけれども、その街の光景ですね、もう完全に現代でございます。ただ様々な街並みを切り張りしているような感じで、カオスな街並みになっているっていうのも印象的で、これらの街ですね、キャラクターの異能力で壁を走ったりもすることができます。これめっちゃおもろそうなんやけど、酔いそうやな。そして特徴的なのが、本作ですね、自由度が高く設定されておりますので、街中を走ったり空中滑空するのはもうもちろんのこと、車に乗ってね、移動可能なんですよ。しかもこれゴリゴリにカスタマイズできます。なんかもういろいろと詰め込まれてますね。この手のジャンル飽和状態ですから、こうして大胆に差別化するのは必須なんだろうなと思わされます。では現在世間での評価はどうなっているのか、トレーラー映像とプレイ動画についているコメントなども含めていろいろ見ていきます。おとつい発表された年上げエバーネス2エバーネス、アクション RPG なのに車のカスタマイズが可能で、車内も作り込まれており、メーターまで無駄に凝っている。さらに車のセンスも良くて、パトカーは日本の西部警察風。なんだこのゲーム、中国発のこういうゲーム、いろんな会社から出てきて、それぞれ開発力もあるから毎回クオリティ高いし、勢いすごいね。アニメ風キャラクターに日本みたいな街並みだから、国内のゲーム会社にこそこういうの作ってもらいたいし、正直羨ましい。幻冬はマジでコンテンツ量と更新スピードがおかしかったから、その精神が受け継がれたらいい線いきそう。 NT は動画は素晴らしい。ただ建物の中を自由に出入り、マップ上で異常な世界とリアルタイムで切り替え、マイ自動車と改造、ハウジング、そしてスマホ対応、要素が多すぎてまとめられるかは心配だな。という感じで、要素が多いのは魅力的に映っている一方で、まとめきれるか、またこの手の作品が多いためどう差別化できるのかという声は多いです。その辺詳しく見ていこうと思います。では行こう。開発はパーフェクトワールドゲームズ傘下のホッタスタジオ。これまでに開発された作品としては2021年の幻冬です。リリース日は未定で、対応機種はモバイル、 PC、 そしてコンソール、はい、マルチ展開はしております。すごいいいです。でタイトル、ネバーネス・トゥ・エバーネス、略して NTE と言います。以降 NTE で呼称します。どういうゲームかと言いますと、異象アノマリーと人間が共存する大都市ヘテロシティを舞台に、プレイヤーは初の免許なしの異象ハンターとして骨董品やエイボンの鑑定士となり、このアノマリーが溢れる街を駆け走り、ありとあらゆる異常依頼を解決していきます。この自由に探索できる都市で仲間と出会い、店を経営するなど自由気ままにシティライフも堪能できますと。まあいろんな要素がある、これだけ分かっておけばいいんじゃないでしょうか。幻冬もね、リリース当初と比べてめっちゃコンテンツをなってますから、そういうノリをもしょっぱな入れてきたという感じでしょうか。この手のゲームはですね、ゲーム内滞在時間を増やすことが競合に勝る一つの手でもあるので、そういう点でコンテンツ増やして訴求するというスタンスなんじゃないでしょうか。この点についてはね、私なりの考察後で話します。後で初見リアクションもするんですけれども、第一印象としては生活感を感じるゲームだなというところでございます。例えば車に乗れる、店を経営する、鑑定士になる、街を駆け巡るシティライフ楽しめるという感じで、ゲームとしての幅は広いことから、ターゲットするユーザー層広めに設定はされております。でオープンワールドの広さはちょっとわからないんですけれども、車に乗れるっていうことですから、かなり広いとは思います。作り込みも結構なもんで、路地裏とかも行けます。気になるのは車の挙動ぐらいですかね。なんかぶつかった時の反応がコメディ映画みたいな感じになってる。この辺はブラッシュアップされるでしょう。ついでにこの車について補足しておくと、専門のガレージっぽいところに行けばカスタマイズ可能です。カスタマイズ範囲はめちゃくちゃ広くて、フェンダーバンパーカラー、ペイントサス、他もろもろかなりいじれます。実際の車とコラボできたらいいよねこれ。でマップに関してちょっと気になるのは、都市型のマップをアップデートで広げていくのか、他の都市を追加していくのか、あるいは全然関係ない都市じゃないところのマップを追加するのかと。どっかのタイミングで山だったり海だったり、そういうのが追加されていきそうではあるんですけど、
けれども、その広がりは気になるなというところでございます。でストーリーは1話完結型のライトコメディ形式になっているようで、アニメっぽい感じで描かれております。なんか見たことあるような感じはしますが突っ込みません。そしてマップ上ではキャラが所有する犬を使って反重力で高層ビルの壁を歩くことができたり、ステージを破壊するものなど様々ございます。この犬は街の探索や戦闘でも使用可能です。はい、そして戦闘については4人パーティーですかね、路地裏入ったら奥に敵が出現しまして、この画面で見る限り操作はめっちゃ簡単ですね。左クリックで通常攻撃、 E でスキル、 Q で必殺技、右クリックで回避という感じでしょうか。味付けとしてはパリーですかね。これ判別つかんけど敵の攻撃に対してパリンって言ってるんで、これ多分パリーかな。ジャスト回避とかがあるのかは不明です。スタイリッシュさ、モーションのヌルヌル感はすごいいいと思います。オブジェクトの攻撃判定もあるようですしね。必殺味のカットインもクオリティは高いです。なんか追加してほしいなっていうところとしては、キャラの変更時のバフであるとか変更スキルみたいなの追加してほしいかなって感じだね。全体的には幻想のアクション面をよりブラッシュアップさせたようなイメージになっております。はい、ではこっから私なりの考察みたいなもんなんやけど、説明せずともね、皆さんご存知のように最近はこの手のジャンル競合作品めちゃくちゃ多くあります。私自身もアニメ調のグラフィックのオープンワールドゲームいろいろやってまして、その間にもね、いろんな作品出てきてチェックしてプレイしてはまた戻っての繰り返し、その中で分かったこととしてはですね、今のソシャゲ業界でオープンワールドのアニメグラフィックゲームが生き残るのはなかなか難しいところはある。そもそも前世紀にリリースされた作品が未だにトップに君臨しており、差別化するのが難しいので、どこで訴求するのかっていうのが非常に重要なんですけれども、オープンワールドとしての完成度、細かい調節っていうのはもうこういうのは大前提になっちゃってて、では何で差別化するのかってなると、キャラクター、世界観、そしてできるところの目新しさっていうところだろうなと。オープンワールドの完成度がいいから生き残れるかと言われるとノーで、逆にオープンワールドの出来は悪いけれどもキャラデザ OK なら生き残るか、まあこれはちょっと微妙やけど基本的にはノーですよね。もうね、全部のクオリティをこれまでの作品よりもぶち上げて、さらに目新しさで訴求しないとダメな領域になってきてるんですよね。だからそろそろオープンワールドソシャゲというジャンルから切り離す会社も出てきている。その点この NTE はどうなのか、私の感想にはなりますが、まずオープンワールドとして、これはまあまだ映像段階ですが十分興味が湧くようなものになっている。 GTA 感とかあるしね、非常に面白そう。ソシャゲで都市型ってあんままあないじゃないからね。また重力システムも面白そう。そしてストーリー、世界観、これはまあわからない。序盤に専門用語をぶちまけたりして無料空所張りに頭がこんがらがることがなければ問題ないかなと思う。でキャラクターについて、個人的にはもうちょいインパクトは欲しいかなって感じですね。小物と色で差別化しているように見えるので、衣装のデザインとかでもっと差別化してもいいんじゃないかなと思います。そして戦闘、これはなんかもうちょっと特殊な要素が欲しいかな。ベースはスタイリッシュかつスピーディーという感じではあるんですけれども、 NTE らしい戦闘っていうのはまだ現状あんまり見えてこないっていうのは確かなので、なんかこっからいろいろ付け足していってもいいんじゃないかなと思います。すごくいい素材も集まってるので、もう振り切っちゃっていいんじゃないって思いました。この手のジャンルの新規ユーザーを呼び込むわけではなく、自ら競合のユーザー層を取りに行く形になってるからね。そのマーケティングだと必ずいろいろ比較されてしまうので、キャラクターのデザインや戦闘システムは必ず厳しく見られると思う。オープンワールドでアニメ調の美少女が動いてるだけで注目されるのは確かなんですけど、現状過酷な業界ですからハードルは高いかなと思います。なので GTA らしさをもっと強調してみたりとか、そういうのでもいいんじゃないかなと私は思うね。ではゲームプレイ映像の初見リアクションどうぞ。はい、じゃあ見ていきましょうか。ホッタスタジオ、もうこれ初見ですね、めちゃくちゃ。あ、まずキャラクターですか。まあ見ていきたいのはどういう世界観なのか、キャラクターのバイオ使いでよろしいんじゃないでしょうか。まあキャラクターがね、幻想にだいぶなんかタッチは似てるっていうか、表現方法似てるかもしれんな。だから全員あれじゃない、小物多いな。グラフィックいいっすね、これアンリアルエンジン5でしょ。名前がゼロ、薄に、総切り、なんて読むやろこれ。カタカナにしといてほしいな。今ですね、公式ページ確認したらキャラクターの名前載ってたんですけど、主要キャラはちゃんとカタカナでしたね。この子やったらミントで、この赤髪の子はナナリ、ただこの子はサキリらしいです。全員難しい感じじゃなさそうなんで、これは良かった。最終的にはあれやね、こういうタイプのなんかゲームってあんまないよな。こういうアニメ系はあると思うけど、もちろんこういう現代チックなところの舞台にしたゲームってあんまなくない。あ、なんか幻想っぽいな、めちゃくちゃ。若干グラフィック上がってんの分かんねんけど、幻想の気質を感じる。これ原宿か。今んとこ気になるとこ、お、出た。お、幼女はそういう走り方なの。幼女ってさ、絶対おるよな、幼女キャラ。なんて言ってるん、タコ。お、なんか騎士感感じるぞ。メシ。あ、これバフか。まあ、まだ開発中なんでね、これ。
すごい、ちゃんとリュックサック動いてる。なんかね、こういう小物が動いてるとちょっと品質高く見えるんですよね、モーションの。まあ、そこはね、なんか、お、なんか角生えてるやん。なんかすごいね、性癖が。てか人の人口多いな。これスマホでできる？あ、コンビニ入れるん。お、あ、街中でこういう敵に出くわす系なの。なそう思ったら、そうよね、なんか敵に出くわすとこって都市型のマップやったらなかなか着くのむずそうやもん。こういう感じで入るわけですか。自販機、なんかなんか、うん、いいやん。あ、戦闘ね。はいはいはい。あ、通常攻撃とため押しと、ため押しとかあるんかな、通常。なんそれ、スキル？あ、スキルか。あ、すごい、なんか、環境破壊もあるのね。必殺技。なんか特徴。なんか特殊なスキルとか、ああいう感じ、なんか動きはない感じか。うん、戦闘はなんかカジュアルやん。あ、いいやん、かっこいい。比較対象するできないんですけどね、あんまり。いや、雰囲気はいいかもしれん。ちょっと超常現象っぽいテーマも、おお、いい、いいやん。ホラーゲームっぽい。ええやん。あ、なんかあれやな、描写はすごいいいな。ちょ、キャラのあれかな、なんかデザインだけちょっと、もうちょっとなんか差別化欲しいかなぐらい、今んとこ。小物でちょっと変化させてる感がある。ああ、入れ替わりありの、入れ替わりはこれ無制限か。おお、パリ、お、あ、いいやん。カットシーンはいいっすね。入れ替えにつき何かバフが発生。お、すごい、なんか特定のフェティシズムを感じるな、全てに。この右のやつなんすか。お、あ、描写いいな、マジで。ちょ、日本語で見たかったな。なんかクリアしたっぽいっすね。あー、なるほど。あれか、これはあれか、敵と遭遇すれば、あ、絶対ああなる感じなのかな。おー、乗り越えられる。まあ、いいんじゃない？まあ、ちょっと、まだ、まだぎこちなさはあるな。車乗れんの？これ、すげえ。え？ちょ、例えていいかわからんけど、GTA やん。あ、そういう感じなの？すげえな。どこまでできんの？これ。破壊すんの？破壊できる？その辺。うわ、なんか変わった。すごいね。このジャンルもなんかここまで行くんや。スマホでできる？警察とか出てくんのかな。あ、いいね、街並みはなんかすごい作り込まれてるな。どこまで入れるんやろ。車の挙動はどうでしょうか。おお、おおおー、なんか若干変な感じしたけど、ええやん、おもろそう。これはポルシェ？カスタマイズかな。あ、カスタマイズできるんか。ああ、そうやな。え、すげえやん。え、めっちゃあるぞ、カスタム。これなんか変わるん。あ、変わるな。速さとか変わるんか。え、そんな変わってない。あ、色も変えれると。なんやこれ。なんやこれ、何のゲームや。すごいな、こういうソシャゲあんま見たことないっすね。オープンワールドのアニメチックなやつで車も乗れるという、新しいな。差別化はまあその辺でできてる感じ。なるほどなるほど。んで乗って、まあロードが入ってないのはいいんじゃない。これパソコン版でやってるんやろうけど、もちろん。C 切り替え、
スペースブレーキかな、シフトでブーストみたいな感じか。ちょ、操作が分からへん。でもこれさ、スマホでやった時って操作むずくない？あ、でも右に出るんか、パッドみたいなやつか。うん、やっぱなんか若干グラフィックは幻灯感あるね。なんすか、物件？不動産？これエステートグループ。あ、バイクもあるからバイクも乗れんじゃない？他のあれかな、あのその辺の車とか奪えるんすかね。あくまでゲームプレイ表現です。交通ルールを守ってください。分かってるよ。右車線か、海外向けやな。あー、人は逃げるのね。まあ引かれへんか、さすがに。まあ年齢対象上がるもんな、それだけで。レオン走る速さはそんな、いやすげえなこれほんま。でもでかいねマップが。欢迎来到伊藤公寓。酒も飲めんの、これは。でもおもろそうではあるよね。やりたくはなるよね、触りは。あー、アンリアルエンジン5感あるな。反射してるね、ちゃんと。いけるこれスマホで。お、でけ、あっちまでいけんの。うん、キャラはね、今んとこ俺の中ではグッとくるものはあまりいけないかな。何言ってんや、誰か翻訳しといてくれ。まあ多分重要キャラクターでしょ、ここ出てくるの。坐享桥尖地黄金地段。购物、餐饮和娱乐场所。他システムがどうなるかやな。やり込み要素とかがあるのか、でマップの上にいろんなイベントが置いてあるのか、あるいはさっきみたいな敵の出方でやるのか。ハウジングもある感じ、あ、これ幻灯っぽい感じか。幻灯要素もある。まあ幻灯ファンはまあプレイするんでしょうね。お、プールやん、すげえ広いな。これどうやってマップ広げていくんやろ。さっきのなんか橋の奥とかまだできてなかったら、そっちに都市を追加していくタイプ、それ次第で広げ方変わってくるよね。ずっと都市でいいのか、まあその辺のなんかプレイヤーの求めるものっていうのが、ずっと都市やったらちょっと飽きてきそうやし、まあ、山のマップなり。おお、いいやん、すげえ、ちゃんと見せてるな。寝ることもできんすか。まあ幻灯のことやから、いろんなコンテンツあるんでしょうね。ごちゃごちゃしすぎないようにしていただきたいというところはあるんですけど。なんそれ、すげえ、うわ、なにこれ、酔いそう。すごいやんこれ。これはでもおもろそうやぞ。ほんで滑空するやつね。これはなんか既視感を感じざるを得ない。あれはどういうところでいけるんや。ラッカーダメージあるかな、すごいな。壁走れんのか。でもなんか発動してたから何かしらの能力なんでしょうね。あ、フレームレート落ちてるけど、やっぱこれ PC でもいけるんかな。スペック、スペック高そう。あ、すごっ、反射してる。要求スペックが気になるな。あー、まあフレーム落ちるよね。まあ開発中なんでね、まだレイトレやるんや。すごいな。ちょ、もうこれ PC 向けじゃない、当たるよ。おお、挙動が、車の挙動気になる。おお、破壊するし。マルチがあるかかな、俺の中で気になるの。あ、一人称いけんの、いいやん、すごい。なんかほんまに全部混ぜたみたいな感じになってるな。早い、いい、いいね。まあ車のレースのミニゲームとかもあるんでしょうね、この感じやったら。お、お、ミニゲーム、これなんか来たけど、世界観どうなってるんや。お、なんかちょっと、まあ、まあ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 見たことあるなーって思ったけど、ええか。え、
いや、うん、いい感じ、面白そうです。はい、ということでいかがだったでしょうか。非常にね、世界観というか、ビジュアルの特異性とか、いろいろ入ってる感じが面白そうではございます。特にね、GTA らしさっていうところが面白いので、もっとそこ追求してもいいんじゃないかなっていうふうには私個人的に思いました。例えば、車奪ったりできるとか、その辺の通行人を倒したりできるとか、まあそういうね、ちょっと、まあブラックかもしれんけど、そういうのでもそういうことできるゲームってあんまないので、ここで振り切ってみてもいいんじゃないかなとかは思っております。はい、ということで NTE 現在事前登録とかも開始されておりますので、気になった方はですね、概要欄にリンク先載せておりますのでチェックしてみてください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン X なんかもやってるので登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。急ぎの注文は当日お支払いで。ありがとう。おせっかいなら私は付き合わないわよ。食後の運動にどうかなって。ほら、目をつぶらないでね。ここで勝敗を決める。もう離れてもらって構いません。